皆さんどうもタラパパでございます。タラちゃんのお腹なんですけれども、ちょっと分かりづらいかもしれないですけれども、湿疹があるんですね。結構前の時期からこの湿疹はありまして、もしかしたら食べ物が合ってないんじゃないかなと思うようになりました。そしてですね、とにかくうんちが臭い。うんちは臭いのが当たり前なんですけれども、尋常じゃないぐらいちょっと臭いんですよね。まあ、こういうこともあってですね、ペットのフード相談に行ってきました。まずお腹に湿疹ができるっていうことなんですけれども、言われたのが腸内環境が悪いということです。腸内環境が悪いということは、フードの消化がうまくできていないからうんちが臭いみたいです。通常はタンパク質を食べたらアミノ酸に分解されるんですけれども、消化能力がないとタンパク質のまま腸に残ってしまうということは、体臭が強くなってしまって皮膚トラブルが起こりやすいということを言われました。じゃあ腸内環境を整えれば湿疹も治ってうんちも臭くなくなるということなんですけれども、ここからはアドバイスを受けたものを参考にして食事の改善をしていこうと思います。はじめにですね、チキン系のフードが体に合わない子が多いので、魚系のフードに変えてみました。そしてビタミン B 群をしっかりとっていると湿疹が出にくくなるみたいです。特に豚のレバーがおすすめみたいです。豚のレバーには亜鉛が豊富に入っていて、細胞を作ってくれる役割があります。最初のうちは加熱して、慣れてきたらそのまま生で食べさせるのが良いそうです。生の方が栄養素が残っており、茹でてしまうとビタミンが茹で汁に流れてしまいます。そして昆布、小腸の消化能力を上げる役割があります。1週間に1回程度その昆布を刻んであげるといいそうです。その汁をフードにかけます。あとはですね、消化能力を強くするために食前にキウイやパイン、大根をそのままあげるといいそうです。大根はですね、加熱したり冷凍したりすると酵素が死んでしまうそうなので、生のまま揚げてください。食物繊維が多いレタス、リンゴ、人参、キャベツ、このあたりもいいそうです。そして最後はオリゴ糖。スプーン1杯のオリゴ糖を水に溶いて揚げます。水で溶いて、でこれを飲んでください。飲んでみて。これらの商品でタラちゃんの湿疹やうんちが臭くなくなるのを期待して食事をあげたいと思います。この中からですね、よりすぐってタラちゃんの朝食に当てたいと思います。まず食前に大根をすりおろしたものをあげます。そしてタラちゃんの腸内環境を良くする朝食として魚介系ドッグフード、豚のレバー、レタス、人参、昆布、その昆布の汁、それを合わせたのがこちら。ドッグフードと豚のレバーとレタス、人参、昆布汁をかけて完成です。お手、おかわり。おにぎり、おにぎり、よいしょー、どっち、よし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 、伏せー、よし、お座り、たちゃん、バーン、よし、
よし初めてだ。どうかな。あ、慣れないうちはお腹を下したりするかもしれないですけど、少しの間続けてみて様子を見ていきたいと思います。食いつきがいいです。湿疹が治ってうんちも臭くなくなればいいね。まとめますと、特に豚のレバーがビタミン B と C が豊富、そして消化能力を上げる昆布とキウイとパインと大根で、食物繊維が豊富なレタス、キャベツ、リンゴ、最後に腸内細胞を助けるオリゴ糖が腸内環境を良くするための食材と言われているみたいです。そしてですね、もう9月中旬に入りまして、だいぶ涼しくなりましたよね。この時期のワンちゃんは寒毛期に入りまして、皮膚のトラブルが多いそうです。毛の生え変わりで栄養素がだいぶ使われてしまうそうなので、先ほど申し上げた豚のレバーで栄養を補えば皮膚トラブルが抑えられるそうです。今回受けたアドバイスでしばらくこの食事を続けてみたいと思います。早く湿疹が治ってピカピカのうんちをパパに見せてたらちゃん。ということで、今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。コメントもたくさんいただきましてありがとうございます。チャンネル登録をしてくれると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。